どうも皆さん、こんにちは。まさかずです。今日はね、ヨンちゃんというね、まあ、8匹兄弟のね、4番目の子っていう感じで、生まれた順番はね、もちろんわかんないですけど、イメージでね、ヨンちゃんっていう風に番号つけて呼んでた、この子ですね。結構大きく育ちました。はい、ムチムチです。お母さんのポテサラちゃんほどではないけど、大きく育ちましたね。今日はね、この子の、募集してたお名前をね、つけていこうと思います。いや、本当にたくさんのコメントありがとうございました。さてさて、さあ、いろいろとね、いただいてた中からなかなか決めるの難しいんですけど、いや、いろいろいますね。もちきち、ゆめちゃん、もなか、よつばくん、おれくんだったかな。いろいろ、いただいてます。あ、オレちゃんね。さあ、どうしようかな。どれにしようかな。よし、決めた。決めました。ではね、四つ葉くんに決めます。四つ葉くん。本当にね、まあ、こじつけに見えるんですけど、ちょっとね、四つ葉のクローバーっぽい背中の柄があるので、で、あと、いいことも。起こりそうだなということで、四つ葉くんに決めます。はい、四つ葉くんです。おっと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 。で、これからも皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、実はね、あ、これで、そうか、これで最後ですね。8番目のハチちゃんはハッツァンに決まってるんで、この同世代のね、兄弟たちの名前はこれでみんな決まりました。さあ、あとね、7匹兄弟、まあ、この子の兄弟の、四つ葉くんの兄弟のひまわりちゃんの子供たち、どうしようかな。みんな本当はね、1匹だけ残して里園出そうかと思ってたんですけど、ちょっとね、なかなかできそうにないんですよね、気持ち的に。なんかね、愛着が湧いちゃったみたいでね。まあ、世話してみて、それから決めます。はい、ということでね、四つ葉くん、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ということでね、今日の動画ね、以上なんですけれども、アフリカチビネズミちゃんお迎えしてたんですけど、実はね、アフリカチビネズミちゃんの動画ではこれ以上増やさないっていう感じでコメント返信したと思うんですけど、実はね、もうちょっと前、あとか、一応ね、決めてて、飼育環境だけはセッティングしてた子がいます。その子はね、また次回かな、紹介します。はい、結構仲間が増えましたけど、やっぱりスペースはそんな取らないから、あとはね、完全装飾の子よりもメンテナンスは楽かな。毎日ちょっとずつね、お掃除はするんですけど、フルで床材を変えるとか、そういうことはね、ほぼないので、結構、手間はあんまりかからないですね、ハムちゃんね。まあ、日々の 水替え、餌やりはね、同じように必要なんですけど。はい、ということで、じゃあ次回、ぜひお楽しみください。お楽しみに。それでは、バイバイ。あ、ずれちゃった。